あ、右のあの張りがなくなってます。滑らかに回るようになってます。気持ちよくストレッチできるようになってるのと、うんうん、後ろは左腰の痛みがなくなってるんで、確実に体が改善してきてるなって思っていて。こんにちは。こんにちは、はい、じゃあ今日で3回目ですけども、はい、ちょっとね、首回り、あ、腰回り、あと股関節周りと、もともと症状ありましたけど、はい、各症状いかがでしょうか？首肩はもう、もともとが10あったら2ぐらいまで。めっちゃいいっすね。ほとんど、はい、もうない、全然。頭痛はいかがでしたか？頭痛は、週5ぐらいあったのが、まあ、3ぐらいになって、うん、その程度も、まあ、薬必須から、まあ、なくても、普通に行動できるかなっていうぐらいには、うん、はい、いいですね。あ、よかったです。腰は、いかがですか？腰はこう、まあ、範囲が狭まった感じで、うんうん、最初来店した時はもう全体的にすごい重い、歩くのとかもしんどいって感じだったんですけど、うんうん、今はまあゴルフする時に痛みが出るっていうような程度までは改善しました。うんうん、症状が絞られてきてるって感じですか ね、 そうですね、痛みの範囲、はい、あと股関節、前は、ね、痛みを取りましたって言ってますけど、ね、今日はいかがでしょうか？いや、もう股関節でもだいぶ改善してて、うんうんうん、もう最初は痛くてほんまに回せない感じだったんですけど、うんうんうん、今はこううまく回ってへんなみたいな、痛いとかっていうよりはうまく機能してないなぐらいまに、うんうん、はい、なってます。なるほど、かしこまりました。じゃあまたね、全部見ていきたいんですが、はい、まず首からできる範囲でぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、逆回してみてもらって、今痛みとか突っ張り感とかはいかがでしょうか？まあ、後ろ若干いかへんかなって感じです。うんうん、OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、ゆっくりと首を下向き上向きってやってみましょうか。首を動かした感じいかがでしょうか？右後ろが行きにくい、うんうん、ちょっと行きにくい感じ、はい、OK、じゃあ今度は肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。で、手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。この時は痛みとか突っ張る感じとかはいかがでしょうか？と、まあ、試合で結構裏もも張ってて、うん、前もちょっと行きづらいのと、後ろは左腰が痛みます。左の腰が痛みますか？はい、OK です。あとひねった感じとかそういうのは今はいかがでしょうか？こっち左ひねりがなんかありますね。ありますか？はい、 OK です。じゃあ見ていきますんで、横のベッドに移動お願いします。今度ね、左向きましょうか。楽にしてた肩の力見た、右向きます。楽にしてたら、一回座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。ゆっくりと胸を張ってもらってもいいですか？で、後ろにもたれます。で、首の後ろで両手をここで組んでいただいてから、下向きましょうか。で、もうちょっと指をしっかりと結んでもらって、脇を閉じましょうか。ゆっくりと持たれます。もう一度脇閉じて、もう一度持たれて、もう一回後ろにいたら肩の力もストン、はい、OK です。手を押しましょうか。下向いたまま楽にしておいてください。これで軽く振り回した感じは今いかがでしょうか？あ、回りやすくなってます。下向き上向きはいかがですか？あ、右のあの針がなくなってますね。お、よかったです。嬉しい。左足を曲げていただいて、右足伸ばしましょうか。両手をもらいます。引っ張りますよ。両肘曲げてから、お腹の力を抜いて、ラーンと大きく息を吸って、はい、吐きましょう。
少しだけ後ろ下がってもらってもいいですか。で左足は曲げたまま膝曲げて、右手はそうですね、楽にしておいてもらって、この状態で腰の筋肉を緩めていきます。ここね、ちょっと痛いですけど、ちょっと結構痛いんですけどね、じわーっと押していきます。強さいけそうですか。両膝曲げていただいて、左手をもらいます。手を上げてから腕の力だなぁと楽にして、手を後ろに回しましょう。背中に持ってきてもらって、ゆっくりと耐えます。今度反対側で寝ましょうか。はい、右足曲げといてもらって、両手をもらいます。引っ張りますよ。肘を曲げてから、で腰にもう一度だけ曲げて、はい、です。そのままですね、楽にして、大きく息を吸って、ゆっくり吐きます。でまた少し後ろ下がりましょうか。右足だけ膝曲げといてもらってだなと。ちょっと痛いですけど、両膝を曲げましょうか。膝曲げて横向いたまま、右手もらいます。腕の力だらーんと楽にして、そのままですね。じゃあ手を後ろに回しましょうか。背中に持ってきてもらって、ゆっくりと持たれます。見てもらいます。楽にしてもらってだらーんと、
開いてもらいますね。楽にしてたらと。
はい、ですよ。ゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、ボキボキ整体になれましたか？なれました。よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、まず首からぐるっと回してみましょうか。はい、逆回してみてもらって、今動かした感じはいかがでしょうか？滑らかに回るようになってます。よかったよかった。じゃあ今度は横向きになっていただいて、ゆっくりと下向き上向きってやってみましょうか。下向き上向きはいかがでしょうか？施術前は右側がちょっと違和感あったんですけど、それはなくなってます。あ、 OK です、 OK です。じゃあ今度はまた肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。今動かした感じはいかがでしょうか？と前は、うん、あの裏ももの突っ張りがだいぶマシになってるので、うんうん、しっかりあの気持ちよくストレッチできるようになってるのと、うんうん、後ろは左腰の痛みがなくなってるんで、全然気持ちよく反れました。よかったです。ひねった感じも大丈夫そうですかね？あ、大丈夫ですね。左引っかかりなくなってます。 OK、うん、です OK です。今日で3回目ね、施術受けられてなんですけども、感想の方いかがでしょうか？と、まあ、確実に体があの改善してきてるなって思っていて、で今日は腰が結構楽になったなっていう感覚があるので、うん、楽しみです、この後の1週間が。そうで、またゴルフですよね。はい。あとまた、まあ、頭痛もちょっと気になるところかなとは思うんですけども、はい、まあ、徐々に良くはなってきてますので、また引き続きやっていこうかなと、はい、思いますので、またこれで一度様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございました。